はい、皆さんこんにちは、チェでございます。第5回時代通やっていきたいと思います。さあ、ロンドンですね。ロンドン来たら羊毛ですね。で、羊毛が売れる場所というのは、羊毛が高く売れるところはバルセロナ、ぐらいまで行くと、ちょっとリスボンね、羊毛下がったんですよね、やりすぎちゃって、というのがありますので。ちなみに今何時ですか？おお、ちょうど2時。おお、ということはこれでアイテム屋さんに行くと、アイテム屋さん間違わなくていかないといけないね。これ占い屋だよね。おお、アイテム屋さんある？ロンドンにはないのかな？アイテム屋さんって全部の港にあったかどうかわかんないんですけどね、私。なかったような気がするんですけど。多分ないと思うんで、下手するとロンドンにはないのかもしれないですね。でもロンドンででっかい港、でっかい国、ね、今でいうロンドンって大都市だよね。どうなんでしょうね。アイテム屋がないね、これ。あ、ないね。この上はあれでしょう。偉いさんというか。じゃあダメなのかな。あ、これ教会か。それと、これギルドだね。で、これは、改造屋さんだね。ないね。チャンスかなと思ったんですけども。あ、あれ、これアイテム屋さんじゃない？あ、これ多分アイテム屋さんだね。開いてる？おお、開いてるわ。いらっしゃいませ。ご購入何でしょうか。カトラス。あ、カトラスって武器だね。あ、望遠鏡買おうか。大足？あ、望遠鏡買おう。5000枚。レンズを組み合わせて作った。ああ、ノー。あ、そうか、ノーにしちゃうと、値引きできないんだよね。じゃあ買っちゃおう。望遠鏡ね。洋上での発見確率が上昇。で、6分儀いるよね。緯度、経度。うん。ね。8000枚。ちなみに、ガウン。5000枚、ビロード飾りのアデアカナガウン。防御力上がるのかな、とすると。まあ、これは買っときましょう。カトラスはまだいらないでしょう。カトラス武器ですよね。うん、攻撃力 D とか書いてますから、ノーですね。で、これでじゃあ装備。装備はこれかな。あ、違うね。どれだろう、指令？もう給与設定とか違うもんね。あ、これか、アイテム。で、ガウン。ああ、装備ね。この、あ、そうなの？もう望遠鏡も装備できないのかな？はい。うん、それは装備できないよね、望遠鏡はね。6分儀も装備できないと。ああ、防具ってのはないのかな？ああ、レイピアだけなんだね。うん。とりあえず、まあでもアイテム持ったので、いや、今あった4つの中にどれか、まあ、カトラスは違う気がするんだけどね、D って書いてましたからね。じゃあ宿へ入りましょうか。はい、いや、宿泊者ね。アレッサンド・バッジョさん。あ、この2人、あれだね、下にある人の方がフリーなんだよね。巡る渡りどうですか。そういえば、ハンブルク港でシュターデンと交換者が職にあふれてたなぁと。お？おう、おう、雇用。うん。気の毒だが断るぜと。まだダメなのか。いや、俺何か用かいと。はい、交換者情報。おぉ、結構あぶれてんだね。はい。気の毒だが断るぜか。一品お酒あげてみよっか。アレッサンドロ・バッジョさん。下にある名前、あ、ここあげれないんだ。宿泊しましょう。いやー、まだまだ経験が浅いのかな。じゃあ、私、荷物持ってないよね。あれ、どれだったっけ、これか。いや、違うね。これだね。今ね、天気でやったんですよ。スラッシュ、アスタリスクとかで、ショートカットがありますんでね。で、積み荷、
積み荷は情報だから一番上か。あ、積み荷1年とかないってことはないいうことだね。じゃあここで買っていきましょうか。はい、経緯が必要。6分岐じゃダメなの？緯度や経度を調べるには経緯が必要だぜ。よくわかんない、ワンのままできちゃうとえらいことになっちゃいそうだね。はい、ここからイギリスの首都ロンドンだと。それは分かってんですよ。よいしょ。はい、売却なんもないよね。商品がありません。購入ね。62。うわ、値上がってる。どうすんだこれ。羊毛売れるかな。バルセロナ78ってなってましたけど、ちょっと高いですよね。ノー。50だな。61枚で58枚でも、もともとね売ってたのが52だから、まあいいですね。どっち積もう。こっち積んじゃおっか。マックス570積んじゃうと、あ、満タン詰めたんだね。あ、ちょっと値段上がっちゃった。鉄鉱石もね安くはないね。一時安かったんだけどね。やっぱアムステルダムに比べたら全然なので、じゃあこのままバルセロナ向かいましょうか。はい、わかりましたと。バルセロナ向かいましょう。あ、いや港は上だっけ。ここだね。さあ、補給ね。29、100ずつ積みましょう。はい。で、出港しましょうねと。さあ、バルセロナに向かいましょう。はい、いいですよと。でもバルセロナからなんか出していいものあったかな。バルセロナね、バルセロナ向かいましょう。いや、何のと、あ、8ノット、これは風の問題かな。風と潮流が悪いね。逆なのでスピード出ませんけど、いや、これでしばらく経験積んで、あ、やっぱなんかあのね、ガレー船とかだったらあれらしいですね。感染情報ね。英語ってガレーだったっけ。ああ、ガレー級だ。ああ、ガレーだったら外洋出たらやばいらしいですね、嵐に遭うと。あ、なんか止まってるぞ。また変なことになったねこれね。はい、港移動でバルセロナね。はい、これ引っかかった時をちょっと見てあげないといけないんだね。ほんとすごく危険なナビゲーションシステムだね。ほったらかしかできない。でもきっとこれまあ1から2をやった時にはおおっていう感じだったんでしょうね。ちょっと私はねもうこれ夏ゲーとしてやってますので、おおっていう感じはちょっとならないんですけど、まあもうかなりぼやいちゃいましたからね。でバルセロナで売って何かいいものあるかな、バルセロナで。であとやっぱ地中海をね攻めていきたいなと今思ってますね。地中海だったら嵐はないでしょう。あ、ちなみに今下のね、なんだっけ、忘れちゃった。あのアフリカのね、北アフリカの、あそこの何かニュースがありましたね。おお、あそこだと思ってね。なんかあまりいいニュースじゃなかったですね。やっぱ治安、治安、政治情勢が悪いみたいな感じが。おお、ちょっと待って、もうあと13しかないんだけど。結構かかるね。はい、バルセロナ。はい、ドミンゴさんの公開レベル上がりましたと。お、ドミンゴさんめっちゃ成長してんじゃない？
はい、ちょっとねドミンゴさん見てみましょう。人物情報ね、公開レベルがね6まで来てますよ。ジョアンさんは、あ、ジョアンさんと並んでるね。おお、ロッコさんめっちゃ高いんで公開レベル30あるんでね。エンリコさんは5か。うん、ドミンゴさん能力値は、あ、それなりに上がってきた気がしますね。うん、私はもうベラボニーんでね。さあ、じゃあここで、あー、もう閉まっちゃってんだね。誰か一人仲間増やしたいんですけどね。飲み屋行ってみましょうか。飲み屋で酒おごったら来てくれるかもわかんないね。うん、はい、うちのワインは最高だぜと。公開者と話しましょう。あー、いないわ。ちなみにね、ロッコさんに酒おごれんの？提督、次の寄港先はどこですか？無理だね。で、酒場女と話しましょう。10枚ね。10枚ぐらいでしょ。情報聞きましょう。あ、フローラさんね。フローラさんというとね、酒場のお客の中に知ってる人がいるかもね。うほほ秘密。うほほ秘密。ということは、酒をおごるので、1だ。1本でいいかな。あー。ところであんた北緯37度、あ、チュニスにね、行ったことがある。チュニスは結構言われるんですけどね。あそこで鉄鉱石有名だぜと。ああ、そっか、チュニスで鉄鉱石を買うといいかもわかんないね。チュニス港というと、チュニスというと確か地中海のとこだったと思うんですよね。ちょっと待ってくださいね。Google マップで見てみましょう。チュニスね。チュニスと、どこだこれ。ああ、そうだね、うん、そうだね。一応ワンの時覚えてましたね。うん、チュニスも行きたいんですけどね。ね、じゃあ行きましょうか。で、宿へ泊まって寝ましょうか。はい、公開者と話す。あ、ドミンゴ、またドミンゴさんいるんだね。ドミンゴさん結構引きこもりだね本当に。さあ、あとあれだね、そうだそうだ。あ、ちなみに普通の宿屋入ってみたらどうなるのかな。あ、だがハードレザーも、あ、レザーもあんのね。あ、聖なる香油ってなんかあれなんですよね。あ、でも金塊があんま少ないね。あ、千枚。あ、暴風を和らげる色に込められた。うん、こういうと、これ、うん、これ教えられましたね。ほんで、ハードレザーアーマー。これ、防具？あ、防具あるわ。あ、買っとこう、買っとこう。あ、じゃあ、やっぱりいいの売ってたんだね。2時に入ってたら。装備なので、イコールだね。アイテム。で、ハードレザーアーマー。はい、装備。あ、装備しましたね。冷静なる行為は装備できんの？はい。あ、持つだけでいいんだね。よかったよかった。使ったらどうなるのかな？特に何も起こらなかったようだと。うわー、なくなっちゃった使ったらなくなるのか。ガウンを使うの？使用。あ、そういうこと。持ってるだけじゃダメなのかな、ひょっとして。使わないといけないのかな、値段安かったもんね。はい。ああ、聖なるこういう。これはひょっとすると使わないといけないのかな、持ってるだけじゃダメなのかな。まあ、外行くこと考えたら、選手像も持たないといけませんね。で、ベネチアに行けって言われてたんでしたっけ、私。ああ、ベネチアね。仕事があるだろうと。さあ、その前に商売を終わらしましょう。あと銀行があるんだけどね、限界額っていくらなんだろう。それか銀行は、でも沈没したらゲームオーバーだもんね。あと海賊の襲われて負けたら持ってかれるのかね、こそぎ。そういうのあんのかな。はい、売却。73。羊毛7つ。あ、利益出ましたね。よかった。もうがっつり。ときましょう。
商品がありません。近海後、あ、そっかそっか、船買ったもんね。船買ったので、船買っていろいろ買い物したからまた減ったんだね。今キャラック、ガレーとキャラックなので、もう1隻キャラックを買っ中古で買って2隻にして、ガレー処分して、水分も減らせますんでね、減らして荷物も積めるので、やっぱそうだね、序盤ももうガレーとかの戦艦じゃなくて、うん、そっち行きましょうね。さあ、ここ何かいいものあったかな。バルセロナといえば、あ、いや、ちょっと待ってね、バルセロナも集めてたと思いますんで、情報。バルセロナ集めてますね、情報ね。んで、ここではじゃあ何が売り物なの。はい、免税証。免税証ってどこで持ってるんだろう。岩塩が特産、岩塩51。あー、51だったら悪かないか。あー、でもこの岩塩どこで売るのかだね。あー、ボルドーでは高く売れ、あ、バレンシアで売れるのか。あー、バレンシアってどこだ。ちょっと待ってね、バレンシア、そういえば和の時はあれでしたね、バレンシアスペインか。うわ、戻るわ、これ戻るのまずいね、バレンシア戻っちゃうんで、思ったらいい時間になっちゃいましたね。ね、じゃあやっぱ岩塩にしましょうか。岩塩結構ね、どこでも売れると思うんです。40、50枚、48枚、うーん、相手打ちましょうと。こっちにマックス持ちましょうね。はい、これそんなお金なくならないですね。うん、でもあとここで何かね、持っていけるものがないんですよ。この冷凍見る限りね、オリーブ油は、安いんですけど、じゃあどこで売るのって言ったら、ボルドで39でしか売れないので、もう織物関係は触りたくないな、つぼったもんね。あ、ベルベットがある。あ、ベルベットもダメだわ。ボルドで88しか売れないですね、今のとこ。で、麻布、ナポリの57が最安値で、ボルドの63が最高値です、今のとこね。なのでもうこれまでにしときましょう。じゃあね、この辺で終わっておきましょうか。なんだっけ、大航海時代2ね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。